力を尽くします。朝飯前だ。負けられないわ。もっと強くなるわ。行くぜ、覚悟しろ。見えました。やったです。精進します。最強に近づいたな。強くなるなんて屈辱です。そこです。世界のために負けられないわ。
Thank you.
ていきましょう。チャオ、バジおじいさんの家へようこそ。って、お前さん、見ない顔じゃな。もしやわしの技師としての腕を見込んで仕事の依頼にでも来たんか。じゃが残念、わしは技師を辞めて隠居生活を満喫中なのじゃ。仕事の話ならノーセンキューじゃぞ。な、なに、お前さん、エイブラム船長の使いで来たじゃと？エイブラムなんて知らんもん。知らんって言ったら知らんもん。これはわしの仕事道具。しかもなんじゃ？壊れたスパナの代わりにハイテクスパナが入っておる。エイブラムめ、なんでわしの愛用のスパナを取り替えたんじゃ。こんなハイテク謎にしよって。まったく勝手なことをしやがって。勝手なことをするなんか。そういえばあいつも喧嘩した時同じこと言ってたな。そうか、あいちゃこんな気持ちじゃったのか。エイブラムめ、こしゃくな真似を。オーケーオーケー、わしも悪かったわ。そもそも先にやっちゃったのはわしじゃしな。そう、わしはあのエイブラムが何より愛するグランドタイタス号の心臓部動力装置にやらかしちゃったんじゃよ。修理の時、わしは奴のためを思い
あの船が迷いの霧の嵐にも耐えられるよう最新の動力装置を開発して乗せてやった。なのにあいつと来たら船の最大の魅力である武骨で味わいのある動力装置を勝手にハイテクにしたって怒ったんじゃ。あん時はなんて良犬の狭いやつじゃと怒りに任せ、工具カバンをほっぽり出してつい船を降りてしまったが、同じことをされてわしも分かった。良かれと思ってやったことが相手を怒らせることもあるんじゃな。まあこれでおあいこじゃ。カバンを届けてくれたのは義士を続けろというエイブラムなりのメッセージじゃろうよ。さてまずはこの義士の工具カバンでたまった仕事を片付けることから始めるかの。そういえばグランゼドーラ城の例の装置もそろそろ。おっとすまん、こっちの話じゃ。ではエイブラムによろしくの。チャオと、お前さんか。エイブラムのやつは相変わらず素直じゃなくて、わざわざ工具が戻ってきて正直助かった。さすがはエイブラム、バッチリ。Thank you.